はいどうも、ガックンチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画ではろ過装置を複数設置する、いわゆる過剰ろ過のデメリットについての話をしていこうと思います。過剰ろ過というのは、例えば一つの水槽にこんな感じで複数のフィルターを設置したり、まあごめんなさい、これはちょっとやりすぎなんですけども、まあ極端すぎる例えなんですけども、まああとは複数設置する以外にもですね、例えば60センチの水槽に対して90センチ用だったり120センチ用のスペックの大きなフィルターを使用するのも過剰ろ過と言えます。アクアリウムにおいてこのろ過というのはかなり重要で、特にバクテリアによって有害物質を分解する生物ろ過というのは、まあ、生態を飼育する上では、まあ、絶対になくてはならないものになるんですね。フィルターを増やせばバクテリアの住処であるろ過剤が増えることになるので、まあ、一般的には有害物質を分解する力がアップすると言われてるんですね。まあこれは全くその通りで、ろ剤の量が多いほどバクテリアが多くなって分解力がアップするというのは事実です。まあ、つまりろ過能力が高い状態、まあ、有害物質を分解する時間を短縮するということですね。でこのろ過能力が高いっていうふうに聞くとなんだかいいイメージがありますよね。なのでろ過能力を高めるためにフィルターを増やす方も多いかもしれませんが、ただですね、この裏側に隠れているデメリット、まあ、つまり落とし穴も存在して、まあ、何も知らずにフィルターを増やして過剰ろ過を行うと、まあ、全く逆効果となって生態を死なせてしまう原因になることもあるので、フィルターの数を増やして過剰ろ過を行うとする場合は、これから話す点を考慮した上で増設するか、または検討してみるといいかと思います。まず1つ目のデメリットとしては、酸素量の消費が格段に上がって酸欠のリスクがあるということです。ろ剤を増やすとバクテリアも増えるんですけども、このバクテリアも生き物なので当然酸素が必要になって、この有機物を分解するときには特に大量の酸素を必要とするんですね。で過剰ろ過でバクテリアの数がめちゃくちゃ多いと当然それ相当の酸素量が必要になりますよね。特に水槽が汚れたときだったり、過密飼育など生態が多い水槽では熱帯魚などの糞の量が多いので、分解する際に多くのバクテリアが働いて思いがけないような酸素量を消費して酸欠を引き起こしてしまうリスクがあるんですよ。でこの酸欠を引き起こすとバクテリアは死滅して、その結果ろ過能力が低下して水質のバランスが一気に崩れるんですね。で本来分解されるはずのアンモニアだったり亜硝酸塩というものが分解されずに、水質悪化を招いた結果生態を死なせてしまうということが起こることがあります。そしてデメリットの2つ目が病原菌の蔓延ですね。フィルターというのは常に水が循環してるんですけども、長時間回してるとろ剤にゴミだったり汚れが引っかかって目詰まりを起こしていくんですね。でこの目詰まりをしているところ、つまり水の流れが悪い部分というのは腱気層といって、病原菌とかあと有害物質を排出するバクテリアが発生してしまうんですね。そしてそのバクテリアの住処にもなるんですよ。でこの腱気層が広がると病原菌が水槽内に蔓延して水槽全体の生態に病気が多発するというかなり怖いリスクがあるんですよ。で3つ目はこれは pH の急低下というのがあります。これはろ剤に付着するゴミだとか汚れが溶け出す成分というのは水質を酸性に傾けるのがほとんどなんですね。で立ち上げ当初はろ剤やゴミなどが付着してないので、この現象が見られることは当然ないんですけども、期間が経ってからですね、いきなり pH が下がることってあるんですよ。特に過密飼育の場合はろ剤が汚れやすいのでこの現象が起こりやすく、換水をまめに行ったところで原因というのはろ剤にあるので pH の急低下が収まらないといったことがよくあります。でこれ2番目と3番目のデメリットというのはろ剤の目詰まりや汚れによるものなんですが、ここから分かることとしては、フィルターを増やせば確かにろ過能力はアップします。でフィルターを複数使用してるんだから、どれか一つが不調になったとしても他のフィルターがカバーしてくれると思うかもしれないんですが、まあ、そうなんですけども実はそうでもないんですよ。まあ、実際には複数のフィルターを使用している場合はそのうちどれか一つでも汚れすぎとか目詰まりを起こすと2番3番のリスクが伴うことになるんですね。なので過剰ろ過を行う場合っていうのは全てのフィルターを良好に管理しなくてはならないというのが絶対条件なんですね。あと、まあ、1番目のデメリットとしては酸欠を防ぐためにエアレーションを行うなどして酸素の供給をしなくてはいけないという場合があるということですね。まあ、過剰ろ過というのは有害物質を早く分解できるというメリットはありますけども、それ以上にメンテナンスに手間がかかりますし、また知識とか経験も必要になってくると言えるんですね。基本的には例えばメーカーが推奨しているサイズってあると思うんですけども、60センチ水槽何リットル以下という表記ですね。
まあ、同じ60センチ水槽だってもいろんな寸法があるので、まあ、一番は水量で選ぶべきですね。それに合うフィルター1個あれば十分です。まあ、小さすぎず大きすぎずちょうどいいサイズを1個選ぶのが理想と言えます。そもそもアンモニアや亜硝酸塩が検出されなければ過剰ろ過、つまりフィルターを増やす意味っていうのはあまりないんですね。通常の生物ろ過のサイクルというのはアンモニアを亜硝酸塩に変えて、その亜硝酸塩を毒性の低い硝酸塩にするというものなんですけども、このアンモニアと亜硝酸塩が検出されなければ生物ろ過というのは良好に働いていると判断できるので、まあ、このフィルターを増設するかの判断というのはまずこのアンモニアと亜硝酸塩の濃度を調べてから判断するといいかと思います。まあ、ここまでまとめますと、過剰ろ過というのはろ過能力がアップするというメリットがあるんですけども、まあ、以下のデメリットがあるということです。まず一つ目が、バクテリアが増えることで酸素の消費量が増え酸欠のリスクが高くなるということですね。で、この酸欠によってバクテリアが死滅すると水質のバランスが一気に崩れるということですね。まあ、場合によってはエアレーションによって酸欠を防ぐ対策が必要です。で、2つ目が病原菌が蔓延するリスクです。これは露材が目詰まりを起こして腱基層が増えると病原菌や有害物質を作るバクテリアが水槽内に蔓延して病気が多発するということです。で、3つ目が pH の急低下が起こる。まあ、これは露材が汚れすぎているとその汚れから溶け出した成分によって pH の急低下が起こるということですね。まあ、さらに複数使用しているフィルターのうちどれか一つでも不調に陥ると2番目と3番目のリスクが伴います。なので常に全てのフィルターを良好に保つのが過剰ろ過の条件ということになります。で、フィルター選びというのは水量に合ったもの1個で基本的には大丈夫です。で、アンモニアと亜硝酸塩が検出されなければフィルターを増設する意味というのはあまりないです。まあ、有害物質を分解するスピードが速いか遅いかの違いなので、水質を汚しやすい大型魚だとか過密飼育の場合というのは過剰ろ過をうまく取り入れるのはありだと思ってます。まあ、といった感じで今回の動画はここまでになります。この動画を見て少しでもためになったなと思っていただけた方はグッドボタンの方をお願いいたします。また今後もどんどん動画の方を配信してまいりますので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。